いはいどうも、皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14、人呼んで直樹です。今回は前回の動画で紹介したエイコン一括設置ですが、本当に役に立つのか強いのか紹介していきます。まず今回は痛いのは嫌なので、擬態性と触耐性に曲振りしたわけですが、かなり偏ったんですよね。戦力も5000万くらい落ちたし、本当に強いのか、少しパーティーを放置してたら。まだ木曜ってのもあるけど、ランキング戦の順位結構上がりました。20億クラスがゴロゴロいる中、11位は結構良い方だと思います。ということで、実際に20億超えと戦ってみましょう。対戦相手は、同じサーバーの最高戦力、21億オーバーに挑みます。こちらの戦力が14億3000万なので、戦力差は約7億、約 1.5 倍差ですね。普通ならほぼ勝ち目がないですが、勝てるのでしょうか。敵馬長の火力、玄武の効果で、えげつないですね。次は当該の記憶攻撃。しかし、誰も落とせない。紹介と高孫さんの効果で、とんでも軽くのはずなんですけどね。擬態性を一番高く振ってるおかげで、即死には至りませんね。そして、敵のパーティーは、速攻パーティー。こちらを開幕で落とせなければ、こちらの方が有利になります。脅威の火力が、どんどん高ぶってますね。雷帝は6番に置いているせいで、気力が溜まっても打てずに終わりました。もう勝ちはほぼ確定しましたね。よし、戦力差7億倒せました。統計を見ても、火力の代名詞、馬長、当該、雷帝の火力が出てないのがわかります。今回は擬態性、触耐性に曲振りしてたので勝てましたが、敵に呂布がいたらボッコボッコにされてましたね。それでは実力比較で敵と陣営値を比べてみましょう。表明値はかなり圧倒的に負けてますね。そして陣営ステータスですが、敵の対陣営が平均483で、こちらの擬態性は545なので、敵当該の火力は約 60% カット。触耐性は 518% なので、馬長、雷帝の火力は 35% カットとなります。ちなみにこちらの火力は 70% カットです。陣営耐性が高すぎても、70% までしかカットできません。あとは宝物のステータスですが、敵の耐荷が結構高いですね。装備へのダメージが結構出てたのは、これが原因ですね。あとは気力ステータスで、敵雷帝が気力攻撃を打てなかったのも、勝因の一つかなと思います。最後に、エイコン一括設置のコツですが、気力を配列順序1番にして、よく当たる敵の陣営に合わせて、対陣営、陣営体制の順番を決めましょう。うまくいけば、ギルド争奪戦や、ランキング戦で上位を狙えるので、試行錯誤しながら、頑張りましょう。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。